北口川橋上駅舎の様子を、北口から撮影。小手指駅は、埼玉県所沢市小手指町1丁目にある、西武鉄道池袋線の駅である。駅番号は、SI19。当駅の北側に、小手指車両基地があることから、当駅を、起点、終点とする列車も多く設定されている。島式ホーム2面4線を持つ、地上駅で、橋上駅舎を有している。バリアフリー対応設備として、エスカレーターとエレベーター、多機能トイレが設置されている。下りホーム上には、待合室が設置されている。2013年3月23日終電後から24日、始電までの間に、コンコースの LED 表示案内板が LCD 式のものに交換された。過去に区間準急などの列車種別も止まっていたが、現在は廃止されている。2020年度の1日平均乗降人員は 33,234 人であり、西武鉄道全92駅中21位。埼玉県内の西武鉄道の駅のうちでは、所沢駅や新所沢駅、本川越駅に次いで乗降人員が多い。西武池袋線の駅のうちでは、大泉学園駅と保谷駅、東久留米駅、練馬駅、清瀬駅、秋津駅、ひばりが丘駅、石神井公園駅より乗降人員が少ない。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。国木田独歩の小説、武蔵野の冒頭部で表されている。小手指ヶ原古戦場が当駅周辺にある。西友小手指店特急以外は西武バスにより運行。小手01全便と小手02の一部が所沢営業所、残りは飯能営業所が受け持つ。小手指駅南口小手指駅北口。ありがとうございます。